ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、ディア・プルーデンス・スージーザ・バンシーズ・ディア・プルーデンス。ディア・プルーデンスは、ビートルズの楽曲。1968年に発売された9作目の、イギリス版公式オリジナルアルバム、ザ・ビートルズに収録された。レノン・マッカートニー名義となっているが、実質的には、ジョン・レノンによって書かれた楽曲で、1968年初頭に、 インドのリシケシ種に滞在していた時期に書かれた楽曲。歌詞はマハリシマヘイ主要議員の下で共に講義を受けていたプルーデンス・ファローに触発されて書かれたもので、部屋にこもって瞑想に集中しているファローに対し、外に出てきて一緒に遊ぼうと呼びかけるという内容になっている。レノンは同じくインドに滞在していたドノバンから教わった三フィンガーピッキングを楽曲中で使用している。 歌詞の中では、自然の美しさを称えるフレーズも含まれている。本作は、1968年8月下旬に、トライデントスタジオで、レコ、リングが行われたが、バックインザ・ USSR のセッション中に、ポール・マッカートニーが、リンゴスターのドラムスに対して細かく注文した、ことにより、スターが一時的に脱退したため、演奏に参加したのは残った3人のみとなっている。 最後のセッションでは、マル・エヴァンズ、ジャッキー・ローマックス、ジョン・マッカートニーも参加した。ディア・プルーデンスは、音楽評論家より、肯定的な評価を得ており、多数のアーティストによって、カバーバージョンが発表された。なお、本作は、レノンのお気に入りの楽曲の一つとなっている。プルーデンス・ファローがこもったインドリ・死系種に残るマハリ氏、マヘ兵主要ギーの瞑想室本作のモチーフとなったのは、 女優のミア・ファローの妹であるプルーデンス・ファロー。ファローは、ビートルズと共に、リシケイシュに滞在し、マハリシ・マヘイシュヨーギーの抗議を受けていた。リシケイシュに滞在していた期間、ファローは、瞑想について、非常に真剣になっており、何日も自室にこもって瞑想し続けていた。この事態を重く見たマハリシは、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンに対して、ファローを外に連れ出すように伝えた。 ファローに対して、外に出るように呼びかける中で、レノンは、ディア・プルーデンスを書いた。歌詞の中で、レノンはファローに対して、オープン・ユーア・イズ・シーザ・サニー・スカイズと呼びかけ、自然の美しさを歌う中で彼女自身も、美しいものの一つであると歌っている。1980年のプレイボーイ誌のインタビューで、レノンは本作について、ミア・ファローの妹についての歌。 彼女は瞑想にふけていて滞在先のバンガローから出てこなかった。マハリシは僕とジョージに彼女を外に連れ出すように言った。何しろ三週間もこもりきりだったのだから、彼女は誰よりも先に神様を見つけようとしていた。マハリシの合宿所では誰が最初に宇宙的な体験ができるのかで競い合っていたんだと語っている。ファローは回想記、ディア・プルーデンス。 The Story Behind The Song にて、講義や食事が済んだら、すぐに自分の部屋に直行して、瞑想を始めていたので、きっと目立っていたんだと思う。ジョンやジョージが他の人たちとドアの外のベランダで、ジャムセッションをしていた。しかし、私は合宿場で、瞑想の効果を最大限に得ることにしか興味がなく、正直に言って、ビートルズが近くにいてもいなくても、 私には関係のないことだったと振り返っている。レノンはインド滞在中にどの番より教わったサンフィンガーピッキングを使用している。マッカートニーはどの番が教えてくれたのはフォークのピッキングスタイルだけどバンドの中でこれをちゃんと弾けたのはジョンだけだった。僕は自分流にやっていたと振り返っている。曲のキーは D メジャーに設定され、 E 弦から D に下げてを弾く技法が使用された。また、同じく、レノン作の、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズに似た、半音階のベースラインも、本作の特徴となっている。曲は、ギターのアルペジオによる、静かなセクションから始まり、一番目の、The Sun is Up のフレーズから、リズムセクションが加わり、ロックサウンドへと変化する。歌詞の中では、The Sun is Up, The sky is blue, it's beautiful, and so are you をはじめとした自然の美しさを称賛するフレーズが含まれている。作家のマーク・ハーツガードは、1965年に発表したレノン作の、一人ぼっちのあいつの初期段階のアイデアを発展させたものとしている。ディア・プルーデンスは、1968年5月にアルバム、ザ・ビートルズのレコーディングに向けて、 デモ音源が制作された27曲のうちの一つだった。イーシャーにあるハリスンの自宅で、レノンはアコースティックギターでの弾き語りデモ音源をレコーディングした。デモ音源の最後には、彼女の周りの人間は皆この娘のことを心配していた。彼女がおかしくなりそうだったから、そこで僕らは彼女に歌いかけたというレノンの語りが入っている。このイーシャーデモは、 2018年に発売されたザ・ビートルズスーパーデラックスエディションの CD3 に収録された。ディア・プルーデンスのレコーディングは1968年8月28日から30日にかけて行われた。レコーディングは8トラックレコーダーを使用するためにトライデントスタジオで行われた。当時ビートルズのメンバーの間では不和が生じており、 8月22日に行われたバックインザ・ USSR のセッションでマッカートニーにドラムスの演奏について注文をつけられたスターがスタジオを飛び出し一時的に脱退することとなったため本作におけるドラムスはマッカートニーが代わりに演奏している。レコーディングではレノンが購入したギターアンプとハリスンが購入したフェンダーテレキャスターが使用された。 8月28日にベーシックトラックが作成され、トラック6にマッカートニーのドラムス、トラック7にハリスンの音を歪ませたギター、トラック8にレノンのフィンガーピッキングによるエレクトリックギターが録音された。8月29日と30日にトラック1からトラック5に対してオーバーダビングが行われた。トラック3にレノンのボーカル、トラック4に マッカートニーのピアノとフリューゲルホルン、ハリスンの追加のギターのパートが録音され、マッカートニーのベースとレノンのタンバリンがトラック5でミックスされた。トラック1とトラック2にマルエヴァンズ、アップル所属のアーティストであるジャッキー・ロマックスのほか、マッカートニーのいとこであるジョン・マッカートニーによるバッキングボーカルと手拍子が録音された。 10月13日にモノラルミックスとステレオミックスが作成された。ディア・プルーデンスは1968年11月22日にアップルレコードより発売されたオリジナルアルバムザ・ビートルズの A 面2曲目に収録された。アルバムでは全曲バック・イン・ザ・ USSR の最後のジェット機の着陸音とクロスフェードするように編集されている。 ティム・ライリーは自然について歌われた重要なビートルズの曲とし、バンドのアンサンブルを称賛した。ジュリアン・レノンは父・ジョンが書いた楽曲の中でお気に入りの楽曲としており、レノン自身もビートルズ時代に書いた楽曲でお気に入りの一つとして挙げている。1987年にレノンによる手書きの歌詞がオークションにて19,500ドルで落札された。 ビートルズのパロディバンドであるラトルズは1978年にアメリカで放送されたテレビ映画 All You Need Is Cash で本作のパロディ曲 Let's Be Natural を披露している2006年にモジョ氏が発表した The 101 Greatest Beatles Songs では第44位2010年にローリングストーン氏が発表した100 Greatest Beatles Songs では 第63位を獲得した。2006年にシルク・クゥ・ソレイユのショーのサウンドトラック版として発売されたラブには本作のエンディング部分がカム・トゥ・ゲザーとコラージュされた形で収録された。出展スージーザ・バンシーズによるカバーバージョンが1983年9月23日にポリドールレコードよりシングル版として発売された。アメリカでは ゲフィンレコードより一作目のシングルとして発売された。カバーバージョンのレコーディング当時、ギタリストのジョン・マッキー・オークがアルコール依存症により、脱退していたため、ザ・キュアのロバート・スミスが代役を務めた。スージーザ・バンシーズは、1978年に発売されたアルバム、悲鳴で、ヘルター・スケルターをカバーした。その後、北欧ツアーの期間中に、スージーズが、 ビートルズの別の楽曲もカバーすることを提案。ドラマーのバッチーによると、ロバート・スミスを除く全員が、アルバム、ザ・ビートルズを好んでおり、その中で、スミスも知っている本作がカバーされることになったとのこと。レコーディングには、スミスの妹であるジャネット・スミスが、チェンバロで参加している。スージーザ・バンシーズのカバーバージョンは、前衛シングルチャートで最高位3位を獲得した。 シングルのヒットにより、バンドはクリスマスに放送されたトップオブザポップスに出演し、本作を演奏した。番組への出演について、スーは友達が仕立ててくれた新しい革のドレスを着て、ストライプのタイツを履いていた以外はあまり覚えていないと語っている。ありがとうございます。